近くなった。お出迎えかな。どうしよう。どうもこんばんは。1時間ぐらい、まあやれたらいいなって感じです。パトカーの音がすごい。まあグダグダゆるゆるって感じかな。カラオケは、ちょっと迷ってる。やろうか。やろうか。まあ、暇になったらやろうかな。って感じです。セブ島行くの。いや、行かないかな。行きたいけど。行きたいけど、ちょっとイベントは参加しないかな。行けたら行こうかと思ったけど、でも私パスポート持ってないんだよね。すごい今ね、ショールーム開いたらびっくりした。めっちゃショールームやってるって思って、みんな AKB さんが。そう、今ショールームイベント中なんです。なんか懐かしいね、ショールームイベントが。ありがとうございます。小豆島パスポートいるやん。小豆島パスポートいらないよ。バカにしてるな。イベント懐かしい。どうしよう、朝5時から予約入れようかな。しんどいしんどい。あれはでも1位から3位まででしたっけ。3位まではまあいいね。私結構割となんか朝5時に起きてることが多いから、夜更かし見んだから、だからちょっと見ようかなって。 ショールーム、夜更かし見なんですよ。覚えてきました、2人で。ローストビーフ、お肉で、最近お肉を食べたくてめっちゃ食べてる。なんかね、肉食べたくなるんだよね。肉を求めてる。赤身が好き。あんま詳しくないんだけど。初見です。どうも、オキです。オキポです。いきなりステーキは、握手会、ゴールデンウィークの握手会の時に行った。でもハンバーグにしちゃった、ステーキじゃなくて。
いや、初めて行った時 300g 食べてめっちゃお腹いっぱいになっちゃったから、次からはちょっと300はやめよう。そう、いきなり大きい方だったんですよ。ハンバーグめっちゃ美味しかった。いや、ハンバーグも多かったけどね。なんか知らなくて、いきなりステーキのその基準が分かんなくて、とりあえずなんか 300g いったらめっちゃ多かった、びっくりした、うっぷーってなった。部屋をね、掃除してね、今掃除したんだけど、なんか掃除すればするごとになんかすっごいなんか広がっていくんですよね、部屋が、部屋に荷物が、なんでだろう。そしたらどんどんなんかそのショールームをするスペースが隅っこ隅っこになってって広がってるから、いや、まだね終わってないんですけど、すごいね、今こんな隅っこに追いやられてしまった。広がってってね、荷物が。荷物が部屋に広がって、そう、結局居場所が 自分の部屋なのに。1年経って物増えた、なんか物は増えてないんですけど、なんかそのプレゼントとか持って帰って、その包装袋でとりあえず今散らかってて捨てる捨てる、これから。なんかもう紙袋とかがいっぱい散乱してる今。いやー、本当にありがとうございます。断捨離やるよ、やるやる。ちゃんとやって、綺麗にして眠る。今日美人。今日ね、目が違うんだよね、いつもと。わかんないか。なんかもうなんかすごいコンディションが悪くて、目がね、アプチしてるんですよ今日。なんかね、すごい突っ張ってるんですよね今、自分の目が、いたたたたたって感じ。まあ、あんまり言うべきじゃないんだろうけど、ドライな目なんだよ今。まばたきしにくい、うーんって感じ。やショールームする前に、おお今日のやばいなーと思って、ちょっと今日の顔やばいぞーってなった。最近では目薬買って使ってます。ドライアイなのかな。
だから目薬のさし方が分かんなくて、化粧をいかに落とさずにさす方法、どうやってさすんだろうと思って、とりあえず上向いてるんだけど、どうやってさすんだろう なんか調べたら化粧を落とさない目薬のさし方みたいな、したらなんかこう正面から白目に向けてさすみたいな、あやばくしゃみ出る、いや間抜けなくしゃみが出る、なんかさせなくて正面向いてままこうが、だから毎回目の周りびちゃびちゃになりながら目薬さしてる、しゃいも出ないよ、起きちゃん始まりそう、カモンベイビー、起きちゃん起きちゃん、ちょっと今のくしゃみは間抜けだった、恥ずかしい、握手完売だね、ああそうらしい、ありがとうございます、握手ジワルデイズ再販が全日程販売したらしいです、ありがとう でも8月なんよね、めっちゃ遠い、ありがとうございます、嬉しい、あそう決済ね、決済忘れずに、S2 完売してるの？すごいな。浴衣なんでね、でも8月はめっちゃ楽しみ、嬉しいで、ありがとう、いっぱいお話ししましょう、楽しい、ありがとう、浴衣で握手したり写真撮ったりしましょう、なんかね、なんか瀬戸麻友のラインね、私ラインを作り直して、でさっき招待してもらったんですけど、あほのたんさんが招待してくれて、したらなんか気がついたらなんか 今 LINE が来てたんだけど、なんか瀬戸マイク LINE の名前が「令和瀬戸マイク」ってなってて、アイコンがねなんかのんちゃんさんなんだよね のんちゃんさんオンリーなんですよ、なんか瀬戸マイクの LINE のアイコンが、絶対これほのたんさんがやってるんですよね多分。それめっちゃ違ってて、絶対ほのたんさんがやってるんですよ多分わかんないけど、のんちゃんさんがなんか 一人だけ写ってるんですよね、リーダーだから、そのなんか自称リーダー代行だから、それショールーム前ぐらいにそれが来て、追加がめっちゃ今違ってて
自称つけないで、あ、もう自称じゃないのか、公式、いや、まだ公式ではないかも、わかんないけど。面白い。ジワルです。ジワルデイズです。ストマイクね、やりたいね。カラコンしてます。してないです。セットマイク4人だからな、今ちょっと少なめ。今日幼い、うそん。まんじゅう怖い。平成瀬戸マイクお世話になりました。いやいや、こちらこそ。令和の瀬戸マイクもよろしくお願いします。瀬戸マイク選曲がいい。ありがとうございます。メンバーで選んだんですよ。拡散禁止ですか、今のは。まあ、みんな知ってるんですけど。ショールーム見に来た人用の変顔 平成瀬戸マイク見てない。あら、令和瀬戸マイクも見に来てね。やるか分かんないけど。イヤホン絡まってるの気になる？そうね、絡まるんだよね。なんでだろう。何にもしないんだけど。はいはいはい。はい、気持ちいい。はい。しゅん。よき。絡まる。すっきり。何かした人ほど何もしてないのと言います。本当に何もしてない、本当に。カバンの中に入れてたらなんか絡まってる。何もしてない、別に。してないです。本当だって。 本当に何もしてないです。めっちゃなんか否定すればするほど。はじめまして。お、初。信じてください。もこもこ、そうだよ、もこ、カラオケね、カラオケね、なんかこのイヤホンなんかすごいね、なんか難しいんだよね、カラオケするの。できるんだけど、なんかおーみたいな、合ってるみたいな感じ。やっぱあれなのかな、 iPhone の純正のイヤホンじゃないとダメなのかな。でもちょっとイヤホン、まあせっかくイヤホンあるし歌おうかなとは思うんですけどね。ここにね、マイクがあるんですよ。なんかこれうるさいかも。
びっくりするかもしれない。海外の ASMR やる人の真似。最近見るんですよ。なんか海外の人のなんかめっちゃご飯食べてるやつ。ごいね。なんかもうみんなほぼ全員と言っていいほどね、こうグラスを飲み物入れた後グラスをね、カッみたいな。なんかドヤ顔でやってるから、なんか私もそれ見てたらなんか癖でね、日常生活で私もコップに入れたらコロコロンってやっちゃうんだよね。なんかまあ影響されるすぐされちゃうもんだから。カラカラ。ドヤ顔だよ。すっごいよ。なんか最近はでもあんまり ASMR、 アスマロ、アスマロじゃないんですけど ASMR は見てないかな。誰に対してやるの？一人でやるときもあるし、中村舞ちゃんに対してみたいなやるときもある。ドヤ顔でやってる。舞ちゃんのリアクション、舞ちゃんのリアクションは「え？」みたいな、普通「え？」ってくらい。マジで何も反応がないです。煽りじゃないよ。違う違う違う、本当にやってるんだもん、海外の人だって。見てほしい、みんなやってるもんだって。流行ってんだよ多分。流行りに乗りたいじゃん。ねえ。なんか最近暑い気がする。めっちゃ。暑い。外出てびっくりしました。最近暑くないですか？太陽がめっちゃサンサンしてる。めっちゃお腹鳴ってる。 私はね、夏が苦手なんですよ。溶けちゃうから。暑い。でも夜寒いから服装が分かんない。やばいよ、私溶けるよ本当に。マジで私の夏への耐久力のなさはやばい。寒暖差あるんですかね。まだ広島はめっちゃ暑いです。汗っかき。動いたらめっちゃ汗かく。平常時はそんなに汗かかないけど、普通に立ってるだけとかだったらかかないけど、ダンスとか踊ったらめっちゃ汗かきます。
首とかかけます。怖い夏が。代謝いいのかな、どうなんだろう。 新しい制服は、あのデニムの制服は、あのパフォーマンスするときは着ないですって言ってた。あれはロケとかそういうなんかパフォーマンス以外のお仕事用の制服だから、フラワーフェスティバルは制服のお披露目ってことでパフォーマンスしたけど、基本はあの衣装で踊るとめちゃくちゃシンドバッドなので、ちょっと倒れちゃうから。 あれはあれでパフォーマンスすることは多分今後ないらしいです。あれはね、やばい。暑いって、暑いとかそういう、そうじゃなかったもう。 うん、おおみたいな。あれはレアだったんですよ。フラワーフェスティバルに来た方だけが多分見れたやつかな。普通になんかロケ用らしいです。あれはね、溶ける。ネクタイの色はそうです、研究生だけちょっと違います。でも本当に分かんないかも。若干よく見たら、みたいなぐらいの差。前の水色のセーラー服は割と差がすごかったけど、薄水色と紺色で、今回はあんまり差がないかもしれない。夜ご飯何食べたの？夜ご飯っていうか遅い昼ご飯は食べたけど、夜食べてない。なんか分かんなくなっちゃった、食べるタイミング。5期生ぐらいだったら白になる。 そう、多分洗濯してったら色落ちするかもしれない。なんかだんだんこうデニムの濃淡なんていうんですかね、濃いと淡いでその STU の何期生かが分かるみたいな。 1期生めっちゃ濃いみたいな、15期生めっちゃ薄いみたいな感じかもしれない。いいかもね。 着れば着るほど、着れば着るほど変わっていく制服なんていいじゃないですか。受け継がれてる感あって、ヴィンテージですよ、ヴィンテージ。いいね。なんかそういう受け継がれていくものはいいかもしれない。破れまくり。破れるかな？でもめっちゃすごいね、しっかりしてるんだけどね、生地は。めちゃくちゃいい記事だと思う。 そんな杉ちゃんさんみたいに破れないけど。 沖先輩って呼ばれる日は来るんですかね。どうなんだろう。でも私もなんとか先輩っていうはあんま言わないかも。なんとかさんかもしれない。たまに先輩って言うけど、のんちゃんパイセン、のんちゃんさんは新谷パイセン。あんま先輩って言わないかな。たまにメールとかでコッコ先輩とか言うけど、基本呼ぶのはさん付けかな。名前忘れた時とか便利。先輩、ナースのお仕事風にね。先輩ってね。
みんなさん、一応さん付け。さん付けじゃない人はいないかな。朝倉。でもいいね、先輩。じゃあ、私は部活もそんな、後輩が出るまでやってなかったんで、先輩って呼ばれたことがないです。生意気な後輩がいたらどうしますか？生意気な後輩がいたらのんちゃんさんにチクる のんちゃんさんにチクる なんかしてもらえるわけでもないけど のんちゃんさんってめっちゃこすいな私 チクる。のんちゃんさんにカツ入れてもらう で私が慰める。私が慰めて飴とムチ、いいとこ取り。そう お茶さんを怒るからね。先輩だぞって言って先輩だぞって言って怒るから、それを見て 怒ってもらう のんちゃんさんよく私に怒るから、あ、先輩だぞって言って、ああ、すいませんって。かわいい かわいいよ。おきのんです。おきのん。STU はね、でもみんな先輩優しいです。1期生の皆さん。優しい人が多い。で、ほとんど全員かほとんど、あ、ほとんどは違うね。全員だね。本当に優しい。すみません、私のほとんどはほぼっていうか、なんだ、間違いなく全員です 言葉の使い方間違えた。本当にみんな優しい。じゃあみんな本当に優しい。ありがたい。だから私も後輩ができたらそんな風になろうって思います。会に走らせないよ。
ペヤング買ってこいって言う やばいやばい。ゆらちゃん厳しそう。そうなのかな。ゆらちゃん厳しい。いや、そんなことなさそう。どうなんだろう。わかんない。私ゆらちゃんの後輩として入ってはないから、どうなんだろう。そんな感じしなさそうだけどな。わかんない。私はまだ後輩ができたことないから。厳しいメンバー、厳しいっていうか、すごい真面目な先輩はいる。めっちゃ真面目なのは南さん。めっちゃ尊敬する。まあラジオでも話したけど、これからか放送されるのは。ステージのなんか立ち方とか、レッスンの態度とか、すごい真面目だし、いろいろ教えてくれるのは南さん。奈々さんもめっちゃ真面目っていうか、いろいろ教えてくださります。だからなんか南さんと話してたら自分まで真面目になった気持ちになる。相槌打ってるだけでも 真面目な話に参加してるって感じがする。そうなりたいなって思います、本当に。顔は真面目の男。顔真面目に見えます？あ、顔こそ不真面目に見られそうなんですけど、どうなんだろう。眼鏡かけたら見えるかな。見える？嬉しい。頭よく見えるかな。あんま頭良くないんだけど。最初に接しやすいなと思った先輩は、一番最初に接しやすいなと思った先輩は、みゆみゆさんとかココアさんとかは、なんかもう本当に、なんかコミュニケーション能力の塊、ゆみりんさんとかも。ゆみりんさんはフラワーフェスティバルのレッスンでドラフトと一緒にやったからかもしれないけど。まあ、でも最初はどっちも人見知り状態だったかな。だんだんって感じ。仲良くなった。ココさんはいつからだろう。ココさん、あんま覚えてないんですけど、なんかでもいつの間にか公園出るようになってからかな。あと、もともと私、一番最初に公園出た時、ココさんのポジションのアンダーだったから、それを教えてもらったりしてて、
話すようになったかな。磯貝さんは、なんだろうね、だんだんすごいなんか分かってきたっていうか、それめっちゃ人見知りだったけど、私も磯貝さんも。でも磯貝さんは仲良くなったらめっちゃ面白いし優しい、すごい仲間思いな人。ああ、磯貝さんもめっちゃ人見知りって言ってました。最初はめっちゃ、私もねめっちゃ人見知りなんですよね。多分ドラフトで一番ね、先輩に行けたのはソラハちゃんかな、ソラハちゃんくらいかな。あの人は結構すごいね、コミュニケーション能力が高い。ソラファ、関西人関係あるのかな。でもすごい、ドラフトの時もソラハちゃんはもうめっちゃ、初めて私と会った時はめっちゃ喋りかけてきた。もう「ほんま可愛いと思ってたんですよ、写真撮りましょう」みたいな、「おおおお」みたいな。めっちゃグイグイ来るなーって思って、なんかすごいコミュ力が高い。やっぱ関西弁っていい、いいかもしれない。いや本当にこんな感じだった。後輩に積極的に話しかけそう。そらちゃんかな。完コピ感、いや本当にね似てると思う。 岡山県民どんな感じなの。岡山県民人見知りだよ。人見知りだよ。私はね、なんか自分から勇気を出せる時と出せない時の差が激しくて、一回出せたらそのままいけるんだけど、ドラフトの時とか一回出せたんだけど、一回出せなかったらもうずっと出せないから、結構時間かかっちゃうタイプですね。握手とはまた違うんじゃないのかな、なんて言うんだろう。握手はまた人見知りとかそういう、なんか違う気がする。次元なんて言うんだろうね、なんか違うんだよね。アイドルとしての自分とプライベートの自分はちょっと違うのかもしれない。ビジネスってわけでもないんだけど、なんて言うんだろうね、なんか力が出てくるんだよね。おう、喋ろうっていう気持ちになる。 なんか別の人格、人格？なんて言ったらいいんだろうね。そう、自分に興味があるって分かってるからかな、握手は。
敵意がないのが分かるから、いけるんだと思う。ウェルカムって感じで、プライベートだと分かんないから、それがこの人はどっちだみたいな 考えちゃうのかもしれない、無意識に。プライベートだと敵ある人いるの？いやー、いない。うん、今はいないけど。あんまり なんて言うんですかね、まあ、合う合わないがあるのかな。うん、まあそんな話をしても特に生産性がないんでやめとこう。23時20分。お、意外と1時間経ったのか。歌おうかな。どうしようかな。声出るかな。もう50分。早っ。すごい、ここまで1時間ぐらい生産性のない話ずっとしてるけど大丈夫かな？ 大丈夫かしら？ちょっと待ってね、揺れる揺れる。じゃあショールーム歌おうかな。音どうだろう、わかんない。ちょっとエコーリバーブをとりあえず3ぐらいでいってみようか。いけるかな、ちょっと怖いんだよねこれで歌うの。
ない僕の太陽めっちゃ好きな曲なんや。いい曲よね、本当に。 こんなけなげな曲あります？もう感動するわ、ほんまに。みんなが僕の太陽だよ、本当にいつもありがとう。いやー、いつもありがとうよ。次は私の歌唱力では歌えないけど、ぜひね、これを新谷ののかさんに歌ってもらいたいなって思う曲があるんですよ。それをまあ1番までなんですけど歌いたいと思います。歌ったことないんですけど、私ちょこれをね、ぜひね、のんちゃんさんに歌ってほしいなって思う。本当にリクエストナンバーなんですよ。それでは聴いてください。 ギリギリさよならが言えないよ、強がね微笑んだ涙の玉が警戒する。これはぜひのんちゃんさんに、いや、のんちゃんさんしか歌えないかもしれない。これは私には難しかった。キリキリさよならが、どうしたいの？わかる、わかるよね、めっちゃ聞きたいんよこれを。のんちゃんさんでチョキポは難しかった。これ口が回らん。声のななさんが本当にかっこよすぎてびっくりする。めっちゃかっこいい、好き。難しい。涙の表面張力です。これでもあれなんよね、なんかさ、あんまりさ入ってる曲が少ないよね、ショールーム。STU の曲ね、出向とか入ってないね、それがちょっと悲しみ。ここリバ。
ムで聞いてました。車にぐらいかな。うん、多分。ラストアイドルだって、ラストアイドルじゃん。はあ、ちょっとだったら歌えるかも。あれですよね、 M ステ出られますよね。すごい。明日かな。浅井さんね、あ、歌ったことないんだよね。歌えるかな。あれだったら歌えるんだけどね。なんだっけ、あの、あ、歌詞が出てる。この街をみたいな、歩くと、あ、そう、バンドワゴン。ちょっとバンドガオンはまたいつか練習したら歌おう。よし、久しぶり、めっちゃ久しぶり。するんじゃね、流れたのを前に前に出ようとする。
当たった、ショーファイト。なんか初心を思い出した今。何の初心や。でも初心思い出したよ。なんかいいね。お品上げしてくれてるんですか？ あら、ありがとうございます。あ、ネタもしかして。どっち？次何歌おうか。今ね、見てる。この間イベントで歌ったから。
ビンゴ、ビンゴ、ビンゴ、知ってるかい？恋人の名前はビンゴ、B-I-N-G-O、B-I-N-G-O、B-I-N-G-O のビンゴは可愛いね。ビンゴでした。はい。ビンゴ、ビンゴ。知らない？これなんか小学生の時に習ったんだよね。いやービンゴはいい曲です。かな。すごい指原さんのあのソロも入ってる。もう入ってるんだ。あ、でもジワルも入ってるから入るのかな。私だってアイドル入ってる。めっちゃ好きなんですよね。ちょっと歌ってみたい。でも歌ったことないんだよね。好きの種入ってないんや。歌えるかな。ダメさよならまたどこかで会いましょう。ねえ笑顔を見せて、遠い夢のまま卒業させてよ。ライトが揺れてる客席、今みんなのコールで胸がい、ごめん充電が切れた。今日まで続くとサンキュー、この声援支えたあったよ。でもどんな時も見放さずについてきてくれたね。忘れないでよ、私だってアイドル、あのヒットナンバーセンター歌ってみたい。楽しかったわ、なぜだかアイドル、もう悔いがたないよ。最高の今日を伝説にしたい。Yeah, yeah, 最後まで愛と。充電がやばいかもしれない。アンコールが近づくステージ、もう感謝の言葉で涙あふれ出す。一だって撮らせてもらった、自慢輝いてる過ぎ去った日々。やめようと思ったこともあったけど、踏みとどまった最大の日が待っていてくれたから。歌もダンスも得意じゃないアイドル、どうかを僕自体も15月くらいに
難しかった。あざます。イエイイエイ、最後までアイドル。すごい入ってるんだな。楽しい。最後一曲、そうだね。じゃあ最後は STU の曲で終わろうかな。うん、ラスイチかな。ちょっとあ、熱くなってきたから。じゃあ最後 STU の曲で。
8位がイチシャさん、7位がトートーさん、6位がジーンさん、5位がミニピンさん、4位がマッカさん、10歳から4までの皆さんありがとうございました。そして3位が斉藤さん、2位がカイさん、1位がウサさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。